そしてもう一つねねさんのドラフトでございます。はい、第4巡選択希望メンバーホロライブ EN 二の前イナニス。ちょっと待って、はい、バトルでございます。待って、ブラッサーいやいやいや、あなたちょっとね、あなたにはね、できないことを船長はできるんで。あーね、だってもうイナちゃんなんなことやこんなこと知ってるよ。おーいや、いい勝負だもん。いやー、それではね、くじ引きを引いていきたいと思うんですけれども。いやいや、ちょっと待ってよ、ちょっと待って明確な選んだ理由があるっていうのに。あ、じゃあ理由をちょっとね一言ずつ聞いていきますか。念をね、入れるために。船長はね、こう後ろからね、なんだろう、いや、まあちょっと一旦これ置いといて、はいはい、やっぱね、一緒に絵描いたり、ね、絵しりとりしたり、ね、一緒にね、サークル組んじゃったりね、なんか、そうやってね、もうどうやったらもっと絵上手くなるかなみたいな話をしながら、時にはね、後ろ席からね、触手でね、絡まれたりしたいわけですだから自分にふさわしいということですね。ふさわしい、そうです。さあ、それに負けないねねさんはいかがでしょうか。あ、でもねねの理由は簡単だね。ねねね、二人妻がいるんだけど。はぁ、ラミーとイナなんだよね。なん、黙れよ。何の妻だよ。妻も一人で、おいおい、出してんじゃねえよ、人の妻に手を。お前妻じゃねえんだよ。はいはいはい、やめろ。それでは、そうだったんだ。公平にね、公平にね、決めていきますのでね。じゃあちょっと船長のクラスメートになるかね、あのねねさんの妻としてそばにいるか決まりますので、いきます。真の愛が試される。獲得は、うん、桃鈴ねねさん。なるほどね、真の妻になりましたね。選ばれたんだこれはね、はい、そうだ船長の職種が職種って職種言われたよ。何か違いますね。人妻やぞ、人妻だった。まあ皆さんも困惑してることでしょうが、人妻と不純な恋愛したかった。そうだよ、そう、スキルアップじゃないの。スキルアップどうしたんだよ。スキルアップどこか行ってんじゃん。いやいやいや、スキルアップしたいんだろうが。